そうだ、二人で大分に行こう。おー、海だね。気持ちいいね。うん、涼しい。やっぱ海ね、こういうくらいに来た方がいいんじゃない？暑、ね、すぎず。いや、いいわ。すごい。はい、ということで、宿に着いたので、まず最初にお部屋紹介をしたいと思います。今回は511に泊まります。いらっしゃいませ。あ、こんにちは。こんにちは。本日はお越しいただきまして誠にありがとうございます。お部屋ご案内させていただきます。カッホと申します。よろしくお願いします。カッホですか？あ、カッホさんですね。ちっちゃいやつ入れるようにお受付の方よろしくお願いします。お願いします。どうぞお願いください。はい、ではこちらご案内しますね。はい、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 始めます。また来ちゃって。あー、もうまたか。はい、まずじゃあ入り口。飲み物。はい、お、水があるね。カップラーメン食べるようだ。あとここにお茶のセットが全部入ってる。お、いいね。ちょっと冷蔵庫がありますね。うん。じゃーん。なんだい？ここは洗面所。お、洗面所だ。あ、綺麗だね。家みたい。うん。綺麗でござる。綺麗でござる。そしてお風呂。ここが室内のシャワーだね。はい、でここが。で、こっちが。オープン。トイレだ。あ、綺麗です。はい、終わりです。特にないです。パッカーン。おーい。お、あ、浴衣。うんですね。はい、ではここで姉に T 召喚。姉に T。 あ、タオルと歯ブラシだ。お、やった。ここに入ってるのそれだけだった。あ、それだけ。オッケー。こっちに、あ、こっちにいっぱい入ってた。シャワーキャップと、そるやつと紙ゴム綿棒くし。うん。お、これは？これやりたい。これ何？これ何？ドレッサー？そうじゃない。おお。あ、こんにちは。鏡よ、鏡よ、鏡さん。うん。はい、ではこちらテレビだね。お、でっかテレビ。そして？そしてこの今まで何わざと映していないように見えていたであろう。こっちの方面。はい。サニーチャーイ。バカー。オーシャンビュー。ビュー。いやー、綺麗。すごい。さっき海行った理由何にもない。行かんくてよかった、ね、おお。わー、いいね。じゃあ開けてみて。うわ、最高かよ。足の香り。いや、音もいいね、波の。今回のお部屋は和洋室ってお部屋なので、うん、寝るとこはベッドですね。いやー、いいね。ないね。最高。最高だ。こりゃいいよ。いい天気だし、今日。ね。あ、え、星夢ある。今回のお菓子は？今回のお菓子は星夢。おお。あと米粉。うん？米せんべい。米せんべい、かわいいね、なんか。
ほんとだ、米米せんべいです。さっき梅干し食べたいって言ってたもんね、うん、あ、よだれ出る出る、よだれ出る出る、米米せんべいはい、ということで、はい、今日泊まる宿はこちらですね。流彩の宿豪快っていうお宿に泊まります、はい、夕食が7時から、うん、なんであと1時間半あるので先にお風呂入ってきちゃおうかなと思います。はい、温泉またね、あれなんて屋上がね、うん、露天風呂らしいのでね、楽しみ楽しみ、別府温泉に入ってきます。はい、ご飯でーす。はーい、部屋出しのご飯です。初めてなんだけどね、僕も初めてで、もうこれでーす。豪華すぎて豪華すぎすごいねー。で、なんかメインっぽいのが選べて、うん、関味、うん、缶味だと思ってたら関味だった。関味ってずっと呼んでた関味と、これがふぐ刺しです。はい、で、あとすき焼き、あー、かぼすの梅酒ね、それ美味しそう、すごい。これは普通の梅酒、なんかの梅酒。じゃあ、はい、乾杯。あ、うまい。飲んだ後、鼻ふんってやってみて。わ、そしたらさ、なんか風味がするよね。美味しいじゃん。豊後牛の焼きを食べます、うん、ほら、豊後牛っていうらしいよ、ね、読み方分かんなかった、またしても肥後牛って絶対そういう関東の人多いと思う。ね、いただきます。おいしい？おいしい。なんと天ぷらもあるんですね。そう、しかも後からちゃんと持ってきてくれて、ね、あったかいの。天ぷらは塩一択なんだよね。天つゆもいいけど塩がいいな、僕も。塩がいいよね。どうぞ。うわー、おいしい。おいしい、落としたもん今落としたじゃあ釜飯ができたので開けまーす。はーい、いくよ、せーの、わっかー、うわ、釜、おこげがありますね。そう、美味しそう。お腹鳴った。最近さ、お腹鳴りすぎじゃないでかいし、しかも音グルグルグルイエーイ何それ忘れた動画のことで盛りながらイエーイ言う人なのって思われるよ。ちょっと酔っ払ってる今フラフラし始めた。そっか、食べますね。じゃあいただきます。やがれ、どうどう、あ、そう、味は待ってうん、あ、おいしいこれ、いい出汁使ってますね。いい出汁、いい出汁出てますよ、これ。具はさ、何が入ってるんだい？もうね、ニンニクと、うん、しめじと、人参と、ごぼう。うん、めっちゃ美味しい。じゃあ、ついでにね、これ食べるわ。なに？ふぐ皮。あー、そうそう、都内にだけついてきたんで。いや、ガオの方にだけあるやつもあるから。ガオ、ふぐ刺し、ここにあんだって、ガオは。あ、うん、あ、ほんとだ。ほんとと一緒だ。うん、え、どんな味？コリコリしてる。コリコリしてんだ、うん、美味しい。あー、これ好きな人多いやつだわ。そりゃフグ美味しいよね。初めて食べた、フグ。あ、食べてない。こんな感じ、いやー、あー、長いね。うん、うん、動くか、関味。じゃあわさびつけないでいただこうかな。うん、たらおいしい、おいしい。お刺身と違うの？うん、お刺身だよ。でも確かにさ、アジってさ、スーパーで買うと水っぽいようなさ、うん、そんな感じしないわ、全然。うん、しかもね、食感いいね。へぇ、
というわけで2日目が終わりました。はい、あーお腹いっぱいになったね。うん、とりあえずお腹いっぱいすぎて大変だわ。出来味と文豪業も超美味しかったし満足だね。ジャムしか美味しかった。ジャムすごい美味しかったね。でね、ここさっき外映したと思うんだけど夜景がめっちゃ綺麗。綺麗だね。そうと思ってここにカメラ置いたら全然映んなかったっていう。時刻は21時、うん、9時です。もう寝ます。もう多分寝ます。いやでも地獄巡りすごい満足したしね。どこが一番良かった？地獄、うん、4地獄の中で。はーい、せーので言おう。せーの、青池。そう、青池地獄だな。青池地獄、うん、煙も、うん、煙の量がすごかった。あそこ一番にしてよかった、うん、なんかおーってなる一番。圧倒されたね。あと、ね、うん、面白いエピソードあるじゃない、うん、宿でさ。そうだそうだ、初めての部屋出し料理だった、ね、そうそうそう、うん、で食べてて、うん、あれさ、ちょいちょい時間見てさ、うん、係の人が新しいお料理届けてくれるんだけど、カバ、うん、食べてて美味しいってでっかい超でっかい声で言った時に失礼しまーすって失礼しまーすって言って笑われたね。ニヤニヤしながらすいません大丈夫ですよって言われた。大丈夫。大分県最高でした。はーい、じゃあ明日に備えて寝るかも。早めに寝よう、うん、今日はね ベッドのね頭のすぐそこに電気があるから、ね、喧嘩なんだけど。そう。それでは今日はこの辺で、めでたしめでたし、また続くよ。また続きます。明日はどこかな。